どうもなおちんです。今日は戦国無双5体験版やっていきたいと思います。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。ついにね、6月24日戦国無双5発売となります。そして今体験版がスイッチとプレイステ4これでね配信されてるんだよね。まあ、とにかくやっていきましょう。体験版はどこまでやっていけるのかな。あー、シナリオがなんか5個並んでるね。あ、ここか。ここまではできないんだ。この2つ、この2つが体験版でプレイできるみたいだね。ではまず最初、第1章の一番初め、いきましょう。なあ、信長様、本当にやんのか。ああ、来たぞ。あれを奪う。結構な数だな。だからこそ油断している。まさか俺たちに狙われているとは思うまい。なるほど。普通のやり方ではランスに飲まれるだけだからな。またざわ負けると思うか。聞くなよ。俺はお前を信じるだけだ。行くぞ。さあ、こ、おお、結構ヌルヌル動くんだな。え、ちょっと待って、チャージ、あ、まだ技が、ちょっと待って、技が解放されてないからチャージ攻撃が出ないのか。チャージ2は出るでしょ。うん、チャージ3も出る。チャージ、あ、あ、一応出るか。チャージ4までしかないね。それはおかしいな。おお、これはおそらく進めていけばチャージ攻撃も増えてくるんでしょ、おそらくね。まだパワーアップすると思うんだけど、行きましょう。信長はね、なんだろう、前のひげ生えたおじさまの信長、あれのイメージが強いからな。この若い信長がなんかね、あんましっくりこないんだよな。でもかっこいいね、かっこいい。で、武器も、え、こんな長い剣じゃなかったよね。うん、はい、なるほどね。神速がこんな感じになったのか。なるほど、いろいろと変更点はあるんでしょうけども、まあすぐ慣れるんじゃないかい。行こう。ちょっと待って、ん、空中のコンボはないのかい。ああ、あるやつはあるんだろうね。おお、忠勝、忠勝がいた。じゃあ、え、何、あ、忠勝撃破せよ。オッケーオッケー。ちょっと待ってよ、無双どんな感じだ。分かった分かった、まだなんかあんまり派手さがないね。派手さがあんまりない。今側に立てついたことをたっぷりと後悔させてやるのだ。はいはいはい、まあまあまあ強いけどな、強いけどね。でもまあ初期キャラって、まあ、そこそこの強さなのよね、やっぱり。これが後の方に出てくるやつ、まあまあまあ誰ぐらいが強いんだろうね。忠勝とかは絶対強いだろうけどね。この新キャラがどういうのが出てくるかっていうのも楽しみ。あ、こっち、あ、いた、いたいた。ちょっともう一回ジャスガを練習してみましょう。行きなさい。おっしゃー、
いいね。ジャスが決まると結構気持ちいい。おお、相手もジャスがしてきた。あ、なるほど、馬もいるわけね。行くぞ、突撃だ。半蔵がいる。それで 馬から降りるのどうすんの。馬から降りれない。ちょっと待って、馬無双使っちゃった。え、降りるのどうすんの。え、違う。ああ、バツボタンね。バツボタンでしたか。おお、またいた。なるほど、ターゲットになるやつが上の丸印で表示されるわけだな。てか攻撃力まだ低いな。攻撃力低い。まだね、弾も何もつけてないから、多分体験版ではないんだろうね。よし、うん、いけ。なかなか死なない。終わり。うま、来い、うま。ナイス。いた、家康。あ、そうか、この時代だから家康もまだ若いんだな。若そうだよね。しゃ、全然当たってねえ。俺の知ってる家康はあのじいちゃんの家康だからね。多分この時代のやつ。あ、この若造か、家康は。なるほど、これがよく知るじいちゃんの家康になるのか。うん、無双ワンツースリーフォーのあれになるのね。基本じいちゃんみたいなキャラは今回出てこないのか。あ、いやいや、さすがにいるやろ。さすがに年寄りキャラ好きな人もおるでしょう。ちょっと待って、あ、溜まった状態で R に、ああー、なるほど、いけ、いくぞ。壊してくれ、私の負けです。おー、なるほど、かっこいい。よし、目的は果たした。なるほど、これは結構練習は必要になるぞ。なるほどね。まあ今までの無双とはちょっと変わったところとかもあって慣れが必要だけども、まあ今回も全然いいね。面白い感じのゲームになってます。うん。まあ、今日が、まあ発売日までもう少しあるので、うん。体験版をもう少し遊んでから本編へ進んでいこうと思います。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。